よかろうもんと川野純の今夜もここで。この番組は J ボーカルスタジオの協力でお送りします。どうも皆さんこんばんは。よかろうもんと川野純の今夜もここでの時間です。今週のパーソナリティはよかろうもん雄大とヒロと川野純でお送りします。よろしくお願いします。いやなんか飯を食った後なんでね、はい、なんかリラックスして、はい、そうですね始めてますけども。出ていいですか？ダメですもうエンディングだったらまだしもね確かにオープニングはちょっとやめてください終わんないです奇跡の番組になっちゃうからそうなったら、うん、もうそっから58分ぐらい放送事故だからダメですよ本当に。頑張ってくださいここからね。はい、はい、最近ちょっとあった話で、これ2人だったらどうするかなみたいなのをちょっと聞きたくて、新宿でね、はい、歩いてたのよ、はい、したら信号の反対側にね、はい、すごい目悪いんだけど、はい、こうウィスウィスみたいなお辞儀してくる子がいて、はい、で俺ももうこの年だし、はい、まあ、後輩も結構いるから、はい、後輩なんだろうなっての分かるじゃん、はい、ウィスウィスみたいな。で青になってお互いこう近づいてくるじゃん、はい、でその時に俺あんまりまだ誰だかも認識してない時に、はい、おーって言ったの一応ってもう完全にその後輩だと思ってるから、はい、で近づいてくるじゃん。したら全然知らん人だったのよその人がその時にウィスって言ってたからと思ったらおいっつって後ろに本当の先輩がいたのその人ので、その時この状態のこの上げた手、はい、これどうしようってなってそのまま俺続けたのよ、はい、ああいたんだ新宿にみたいな感じで、その後ろに後輩がいる体にして、はい、本当の、はいはい、続けてったの俺それで。で、はい、そいつも多分後ろは振り向かないだろうなと思って、はい、でやり過ごしたんだけどすごい恥ずかしかったのそれがまあそうです。でこれ二人が人違いでそうなった時ってどう対応するみたいな、はい、もう相当前なんですけど、地元福岡にいる時に電車に乗って、まあ、隣の駅も自分の学校の校区内の範囲だったんで、まあ元々乗ってた子が、あ同級生だと思って、その子が座ってたんで、で、まあ、前向いて二人掛けの席で普通横座って久しぶりって言ったらパッて振り向いた瞬間にめっちゃ似てるけどなんか違うんすよ。そうそうそう、別人なんだよねだから。あれもしかして知らないですけど、なんとかさんのお姉ちゃんですかって聞いて、そうですって言われたんですよ。あ当たったんかいやそれ結果オーライじゃねえかよ奇跡の。久しぶりって言ってますけど別に久しぶりでも何でもないですけど、初対面ね。だからお姉ちゃんだったからすいません、あの僕同級生で外を見てる横顔が似てて、めちゃめちゃ間違えましたみたいな。あーでもそれトリッキーだね。全然知らない人でもないじゃん。だからそうなるとさ、はい、知ってる人の知り合いだから、はい、あそのパターンもあんのか。そうです、だからめちゃめちゃ謝って、失礼しますって言って、潔いわ俺もその人に言えばよかったかな誰の弟お前みたいな感じ言ったらもしかしたらワンチャンあったかも。いやでもごめん、近づいたら全然顔違ったんだけど全然、だからそれはない、絶対違う。もう目悪いってきついよ。言うたら間違ったことない、人違いみたいな。俺基本的にその相手が気づいて気づくまではいかないようにしてるスタンスで、なんかペコペコされたら行っちゃうよね。いやまあ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 、ウスウスってこうやって雄大にやってる感じになっててさ、いや、まあ、したらおいって言っちゃうよね多分。僕ウスってされても、多分ウスってしてくるってことは後輩じゃないですか、だから近くに行って本当に声かけてくるまではシカトしてると思います。そうか立場的にはそれでも OK だもんな。そうですね、後輩にも優しいからさ、ちょっと行っちゃうんだよなやっぱりなここで好感度上げに行ってもダメだな拓哉が今すごい欲しくなった今あーだから初めての経験だったからちょっとこれ、いやでも正解なんじゃないですか、その対応が。確かに続けてったっていうことでしょ、はい、逆にそいつが振り向いたらアウトだけどね。こいつ一番頭おかしいやつになるからね、誰もいないところにウェイって言ってるってことだからその時は振り向かれたら、あ見えないですか
って言ってスッて行けばいいんじゃないですか。一番やべえやつ。やばいやつ。一番やべえやつ。なんか見えちゃってるやつだから。逆にそういえば向こうが一歩引いてくれるっていう、あのそういう人なんだみたいな。そうそうそう。分かった。次間違えたらそれちょっとやってみるわ。絶対しない方がいい。それかも。来て、間違えるって分かったら、イエーを発声ね。なるほどなるほど。やっぱボイトレのとえなんだ。わかるわかる。手を挙げると高音出やすいみたいなのは確かにあるからね。フレディ・マーキュリーとかもやっぱりあの映画化されたんで、うん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 、やっぱみんな多分周知も結構できてきてるんで。その一瞬でそこに繋がればいいんだよね。みんなのね。確かに。うわーお。あ。映画やってるからなるほどねっつってバカじゃないそんなんいるわけねえじゃねえかよどんだけ理解あんだよそいつそしたら友達になるわそいつ逆にあもういいやもう相談したのが間違っただった、はい、ということでじゃあ1曲目いきましょうかはい、はい、オープニングじゃあヒロからはい、オープニング1曲目なんですけど、うん、あの最近 YouTube からおすすめされた1曲で、うん、なんかあれってアルゴリズムみたいな感じで、はいはい、なんか誰か1人を聞いたら、うんまあ、ちょっと似てるような感じのものがチョイスされたりするじゃないですかなるほどなるほどはいはいおすすめにね、はいはい、で僕一時期民謡とかにハマってた時期があって、うん、本当に BGM 感覚であなんか沖縄の民謡とかいろいろ民謡を聞いてたんですよ、で洋楽とかも好きで、うん、ノラ・ジョーンズとか、うん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 、めっちゃ聞いてたんですけど、うんうんうん、そしたらノラ・ジョーンズを民謡の人が歌ってるやつがあって山形弁カバーみたいないやめちゃくちゃ興味あるわそれおそれがめちゃくちゃ良くてそれが山形の民謡を歌ってる方で朝倉さやさんっていう方なんですけど、はいはいはい、知ってる知ってる有名なの分かんないですけどその僕はそのノラ・ジョーンズなんかノラ・ジョンダっていうそのなんか動画内でやってるんですけどその動画を見てめっちゃいいと思ってその人の歌聞いてたら新東京っていう曲があって、はいはい、もうそれが心がもうスパッて綺麗になるような一曲だったんで、うんはい、ちょっと今回はそれを聴いていただきたいと思います、うんうん、それでは聴いてください朝倉さやさんで新東京はいということで、2月のメッセージテーマいきましょう、はいそんなにあなたの過剰やりすぎオーバーの記憶ということなんですけれども、はいまあ、一瞬目ね雄大からちょっと聞きましたんで、はいはい、今回ヒロちょっとメインでいこうかなと思うんだけど、はい、なんか個人的には、うんあんまりそんな過剰にやりすぎって思ってないんですけど、食欲が弱い、うん、弱いって言ったらいいんじゃない？それは、あれだろ、雄大とかマサルと一緒にいるからでしょ？そこで比べたら確かに弱いと思うよ。なんかそう胃袋とかじゃなくて、例えば、うん、昼ご飯を遅く食べるじゃないですか。はい、例えば3、4時とかで食べたら、うん、もう5、6時、7時とか、うん、基本的には腹いっぱいじゃないですか。はい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 。でも大体8時9時ぐらいからちょっと減りだすじゃないですか。はいはい。でももう食わないんですよ。ああなるほど。それはだから体に良くないからしょ。夜食べると太りやすいとか。そうそうそう。そういうことでしょ。はい。うん、で12時ぐらい食うじゃないですか。うん、でめっちゃ炭水化物食うじゃないですか。うん、で腹いっぱいになるじゃないですか。うん、腹いっぱいだったらまあお腹空くのが遅くなってきて、うん、3時4時は腹減らないじゃないですか。うん、で5、6時になるじゃないですか。うん、少しで減るじゃないですか、うん、少しかじゃあ食べなくてまだいいかなと思うじゃないですか、うん、時間過ぎるじゃないですか、うん、7時8時になるじゃないですか、うん、もう食わなくていいかなってなる、めんどくさいの食べんのは。夜を食べないよねだからその感じだとね。そうすそうす。ダイエットしてた期間とか、はいはいはい、まあ、その夜は早めに食べようみたいなのが、うん、まあ去年のあれに限らず、はいはい、まあ一時期僕してた時期があって、うん、だからなんかその時の感覚が染みついちゃってて、まあ、5、6時ぐらいだったらもうあとは寝るだけだし寝るとなるほど入るぐらいだからエネルギーを補給する必要もないぞその変なねちょっとコーヒーかなんかスープか、うん、飲んじゃえば腹が減ってても寝れるんで腹減ってて寝れる？寝れます。いやすごいな、それがすごいもんだ。だからそれを全然普通にしてるんですけど、うんまあ、メンバーしかり他の友達しかり言うと、うん、いやそれはちょっとおかしいと。食うでしょだって言うんだよ。食いますよ、全然食いますよ。やっぱで無理でしょ腹減ってて寝るって。いや寝ようと思ったら確かに寝れますけど、うん、食欲が勝ちますよ。でそれ言っちゃうでしょ。だから基本はいや分かる気はする。だからそれは、うん、でも、はい、ヒロってだからってほら俺結構夜一緒になった時って飯よく食うんだけど一緒に、うんうんうん、食わないわけじゃないもんね。そうですね。そのきっかけがあれば、うん、そうですね。嫌ですとは言わないじゃん絶対。きっかけがあればと言います、うん、他人きっかけがじゃあ必要ってことだね。なんかその食事とかも、まあ、飲み会とかしっかりその場は好きなんですよ、うんうん。ちょっと話したりする。ああ、なるほどね。でも一人暮らしだったらそれないじゃないですか。うんうんうん、で、喋るパワーも使わないんで。誰かと住んだ方がいいやな、そしたらな、もはやな。エネルギーを使う人と。いや、もうだベラベラ喋る人。雄大とマサルもなんかあんまくっちゃべる感じ、イメージはないのね。まあまあまあ、そうですね。
多分ヒロ俺と住んだら腹減るぜ多分俺もくっちゃべるから夜もずっと喋ってるから多分うわー純さんと喋んなきゃいけない飯食っとかないともたんわってなると思う多分多情で言うとねなんなんやろうね別にその食べたくないわけじゃないんですけどでもたまになんかありますよじゃあ夜にがっつり食うってこともできます。あるしねあいやもうちょい言うと、うん、あのコンビニとかにフライドチキンみたいなの売ってるじゃないですか あるあれを食うタイミングが分かんないとか言うんですよ分かんないですねいや食べ物のタイミングは本当にそうでラーメンも夜食べるもんじゃないんですあれはみたいなこと言うでしょあの夕飯でラーメン誘われたらダメだって言うのよそうそうそれは夜食ではないみたいなんか違うって言ってたじゃんだからなんか食べ物に対する固定概念みたいのが過剰だよね過剰そういう意味ではいつ食べんのっていや好きな時食べるよって話そんなのそうなんですよ人に問うなとそんなこと全然行きますよラーメンも行きますけど何食い行きたいで俺の選択肢の中にラーメンがないっていうだけの話であってでしょそうっすレジのどこのチキンもそうなんでしょいつ食べんのみたいなそうっすねチキンあれいつ食べるものなんでしょうねチキンいや確かに最近俺も食べてないけどねでも全然ねふと食べるよねいや全然食べますよ急に食べたくなる時とかないっすねきっかけだと思うんだよなんかヒロっていい意味でもこだわりないじゃん、うん、うんうん、うん、そうだから多分俺がじゃあ一緒にコンビニ行ってうい、ん、っつって俺が多分レジのそのチキンを買ってパッて差し出せば食うしうん確かにそれでいやここのタイミングじゃないんですよ俺とは言わないし絶対そこがタイミングだから、はい、サバイバルとかもしなったら僕が一人になったら、うん、そのパワーを蓄えてずっと長く生き延びてるか、うん、人知れず餓死してるかのどっちかのパターンだろうなと思います。ゼロ100なんだね。だから、ね、一番タレントとしては面白いと思うよだから最初に死ぬか最後に生き残るか一番取れ高が計算できる人間だからそういう意味ではいいと思うけど確かにな。言ったら一緒にそう無人島とか行ったら、はい、今食っとけ今食っとけっていうのを多分指示されないと多分いつまでも食わないとか、はい、あ食に対して異常に興味がないこともないんですけど、うんうんうん、もう勝るの真逆だよね、うん、言ったらね。そういう意味じゃメンバーで言うとねこだわりっていう面では、はい、へえ。でも確かに過剰かもまあ楽だけどね。だから旅行とか例えば2人で行くってなった時に確かにヒロは楽かも。旅行とかめっちゃ食いますよ逆に。めんどくせえわやっぱじゃあ分かんねえわもう旅行終わってもう食うタイミングだから。ああそれはね普通に平日で暮らしててってことね。そこはやって行った時しかいないじゃないですか。あでもコンビニとか別にどこでもいつでもいるから、うんうんうん、まあじゃあ明日で行っかなみたいなはあなるほどね。なりますね。ああこだわりのなさが過剰だよ。食べ物っていうよりかは誰とどういう風に思い出を共有するのかっていう部分を大事にしてるっていうことですよね。こういうところもね過剰だよね、うん、だからねこういうナルシストなとこね。確かにそういうことですよね。いろいろやっぱ振り切ってるよね、うん、そういう意味ではね。一緒にいる人、うん、それが一番大事ですねちょっと行くわちょっともう今後ネームキリンゴさん、ありがとうございます。うん。純正やからもの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近寒いですが、いかがお過ごしでしょうか。私がオーバージャガーと周りの人から言われる出来事ですが、はい、自分の好きな人、いわゆる推しの画像や写真を見てしまうと、はい、私は絵に描いたように声に出して照れてしまいます。中でも、ヒロさんが好きなんですけれど、気を抜くと自分のスマホのロック画面を、開くたびにヒロさんと目が合ってうわっと漏れてしまうこともあります友達から不意に見せられた時なんか心の準備ができていないので高い確率で照れちゃいます。こんな気持ち悪い内容ですいません、笑い。でも好きだからこそ恥ずかしさが前面に出ちゃうんです。皆さんは好きな人や推しに対して照れちゃったり恥ずかしくなったりすることはありますか。まあ俺は見つめること恥ずかしくないけどねこれもまたなんか何回もリピートするぜ、うん、ああもう過剰なぐらいな、うん、すごいよね。でもねよかろうもんのファンはやっぱりね推しに対してのね過剰な感じ。さっきちょっと途中から、うんうん、やべえ俺褒められてると思って内容全然聞けてなかったんでもう一回聞いていいですか。めんどくさいよやだよ二度と読みたくないよこれ言うだよあんのよ。え？言うだよあるんすか。もう分かってんの宝部くんの時にめちゃくちゃ照れててもう好きすぎて、はい、なんか送ったプレゼントが宝部くんの動画に映ってれば僕いいんですみたいな
どんだけ好きなんだみたいな、ああいうことだよな、だから。いや、まあまあまあ。だから分かるだろ、こういう気持ち。そういうことか。いや、あれは過剰だぞ、だから。だったら分かる。だったら分かる。あるでしょ、だからそういうのって。いや、まあ確かに確かに。どういうあれなの？その、まあ僕は、もともと認知にしてもらえてなかった人じゃないですか。はいはい、はい。最初は、最初は。でも、その、今は完璧に認知してもらえてる。そうだね、そうだね。一緒にいろんなことができる。仲良し、仲良し。そうなってる自分にニヤニヤしてる。俺このポジションまで行ってるんだっていうことで嬉しくなる。そうそうそう。なるほどね。だからこの方もヒロに認知されたらさらににんまりするんだろうね。わかんない、これ今コンコンネームだから全然認知してる可能性高い。全然あるよね。あってキリンゴですって言ったら、ああなたねってなる可能性全然あるだろうし、はい、ライブとかであってね、はい、特に僕覚えるの得意なんで、うん、そうだね、はい、どういうポジションなのかがまだわかんないけど、ヒロと挨拶をまだしたことないのか、はい、あのもう結構ライブとかでは喋ってて顔見れば覚えられてるぐらいの人なのかが分かんないけど、はい、でも覚えられてるぐらいの関係だとしたら今みたいな雄大みたいな、はい、にんまりで画面を見てるかもしれないよね。私はこのヒロさんに認知もされてるんだよみたいな。そうですね。だからもしかしたらライブとかで会った時に、なんかみんな握手してる中で、僕だけ顔をこうスワイプされたら、あ、今俺録画面外されてるっていう。なるほどね。キロはなんかそういうのないの？照れる。照れる。照れるっていうかちょっとこう気分が高まるとかはあると思います。だからその好きなアーティストとかで、エミマイヤーさん。エミマイヤー、はい、はいはい。っていう方のライブに行った時に、その後に CD を買ったのかな。CD を買ったらなんかサプライズでその買った人にこうサイン書きますよみたいな時に、おいおい、その時はやっぱり照れるっていうか単純にこうウキウキはしましたよね。はい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 。その気持ちと多分一緒じゃないですかね。え、でもちゃんと喋れるの？その時って流暢に。ああ、まあ喋れるは喋れますね。まあそんなにたくさんの内容を話す時間もないんで、あの曲が好きですみたいな、あの曲で好きになりましたって、これからも頑張ってくださいとかは言えます。すげえよな。だからこういうことをさ、すって言えるじゃん。うんうん、好きな人に。多分、よかめんで、それこそ雄大だったらヒロの前に行って、カチってなって喋れない人も結構いると思うのね。はい、これ言いたかったのに、みたいな。なんか、それで、ああ、伝えたかったのに伝えれなかった、みたいに悔しがってる子も絶対いると思うから、はい、羨ましいよね、そういうのをすって言えるって。まあ、そういう時は、うん、ハグしたら伝わるもんもあるんじゃないですか。なおさら言えなくなるわ。なおさら言葉出んよくなるんだろう。おー。なんでだろうね。なんかそういうのあんま緊張しないんだね、ヒロってね。一応とか伝えたいこと言えるんだね。そうですね。自分の気持ちが言えないぐらいに、はなったことは確かにないかもしれないです。へー。雄大は？ない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 。そこまではないです。A ちゃんと会った時に何かとか言ってなかったっけ？いや、A ちゃんはだって違うじゃないですか。あれは違うの？だってそもそも、スタッフと演者の関係性もあるから。あの距離感があるからか。またちょっと違うか。ちょっと特集は特集ですけど、あれは喋ればするんだ。じゃあ雄大はだから最後普通に頑張ってくださいって言ったって。あ、そうだね。 A ちゃんに頑張ってくださいって言えるって結構だね。あ、確かにね。矢沢はって言われるわけだ。オッケーって答えてもらってるからね。はい、そうで、そういうのでまたにんまりもするもんね。いやいや、まあ、あれは確かにそうだよね。まあでも逆に言うと2人はだから喋れちゃうっていうことだね。はい、意外とね。もしね、よかったらキリンゴさんね、ライブででヒロの前行って、はい、キリンゴですって言えば、うん、顔画面をスワイプしてもらえれば。あ、今録画面外してるわ。うん、でそしたらちゃんと首こうふしゅってやってやれよ。ちゃんとやってやれよ。うん、あのキリンゴさんだからスワイプしてあげてね、ライブの時ね。よかったらね、初めてかもしんない、こんな子。ほう、コンココネーム、実はジュンさんと一緒にお仕事をしたいくらいジュンさん推しさん。あら、お来た。いい、ごめんね、ちょっと付き合って今日。あ、オッケー。ロロロロロロ。私は仕事で営業していて、よく出張に行きます、はい、うん、出張先のホテルは規定額内なら自分で予約でき、はい、お金も会社から出るので、はい、いつもなるべくいいホテルを取るようにしています。あ、いいですね。そんな中でこの前、取引先に近いホテルで一番高い値段のホテルを取ったら、はい、ベッドが4つありました。お、この時はさすがにやりすぎたなって思いました、笑い。あー、なるほどね。はい、一人で泊まるにしてはみたいなことでしょ。まあ、ベッド4つは押していただいてますけど、はい、超えてくよ俺は。今までやばかったの、一人で泊まったのにロフトがついてて、はい、上にもベッドが2台ぐらいあってみたいな。だからロフトの上にも部屋になってて2台あって、はい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 、で、あの、普通に1階にもベッドが、ツインであってみたいな。はい、のとこに一人で泊まったことがある。なんでなんですか？わかるわ。なんでそこに通されたかわかんないんだけど、はい、空いてたから多分そこを止めさせてくれたんだと思うんだけど、だからそういう時って、ホテルメイキングの人には本当申し訳ないけど、はい、
一泊で全部行ってみるよね、一旦ね。行ってぐるぐるぐるやるよね。だからその、うわーっつって、あ、まあそうっすね。ロフトにも行って、全部転がってみるよね。はいはいはい。で、結局一番入り口に近いベッドで収まるんだけど、寝るのはね。すごい部屋に泊まった経験ない。ベッド数が多いとか、スイートとかはありますけど。あ、スイートある。そこに泊まったことがあるの普通に。そうです、そうです。何スイート泊まってんのお前ら。いやいや、マジで僕泊めさせてもらいました。スイートなんか泊まったことない。頼んだらすぐボーイさんとかが来てみたいな、なんかお酒とかも持ってきてくれてみたいな。いや、そこまでじゃないですけど、なんか何部屋かあるみたいな。そうですね。いや、俺のロフトが可愛く見えてくるじゃないか。何部屋もあんの。何部屋かあるみたいな。超えてくんな俺を。かっこつけさせろここは。僕は何部屋かっていうか普通に広い感じですね。広い部屋みたいなところで、二十歳ぐらいの時かな、見栄を張ってみたいな、当時の彼女とみたいな感じです。泊まったことある。そうです。もう見えちゃってるお風呂みたいな泊まったことあるよ。あのー、わかる、はいはいはい、お部屋から完全にもう入ってんの見えてますよねみたいな部屋。海外の映画でよくあるよ。そう、はい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 、そう、もうこの水しぶきとかが部屋にこうバチバチなる感じ。あれ入ったことあるわ、一回。そういえばもう上がってバスローブ羽織っちゃって。恥ずかしいよね、なんか入ってるのとか全部見られる感じね。でもどっちかっていうと、その僕は泊まるところとか、うん、まあその旅先とかで、うん、部屋よりもなんか朝食を意識するかもしれないです。なるほど。朝食。そうっす。食。お前から食なんて言葉出てくんの。だから言ったじゃないですか。旅先では。あ、旅先ごめん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 、旅先だ。一気にスイッチ入るからね。そう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 。だからそれこそ、あの新年明けてちょっと今回よかろうもんで奈良の奈良市の成人式にちょっと出演させて、出てたね、はい、もらったんですけど、うん、それが京都に一泊したんですよ、うん、で京都に一泊するホテルは、うん、もうメンバーそれぞれで取ってくださいっていうことをちょっと言われてて、僕らもその別に5人全員一緒のところに泊まりゃいいですけど、全員バラバラと泊まったん。全員バラバラ。ちょっと価格帯はこのぐらいで。もちろんもちろんもちろん。言われたら、普段そういうのないから、やっぱみんな、どこにしようみたいな感じで。楽しんだわけね、言ったらね。そうっす。なるほど。それで、駅地下を選ぶメンバーがいたり、うん、なんかこういた中で、うん、僕は朝食を、うん、そこを一番考えて。はい、考えて。何、朝食ってのは例えばね、ビュッフェがいいとかそういうこと。そうっすね。ビュッフェとかなんかその、いっぱいあるところがよくて。はいはい、選べて食べれて楽しいとこ。を選んだ。選びました、ね。雄大なんでそこ選んだの？その泊まったとこ。駅近。あ、こいつが駅近だった。近くにいたな。あ、そこ。もう別に、雄大は食とかどうでもいいってことね。あ、でも、あの、温泉ついてたんですよ、そこ。大浴場あって。あ、はい、はいはいはい。大浴場には行きました。それはいいじゃん。うん、うん。はい。だからそこはこだわってるってことね。うん、で、こだわってるっていうか。いや、でも俺どっちかっていうと、今この2つしかホテル出てないけど、うん、はい、どっちのホテルに泊まったら雄大ホテルに泊まる俺。多分俺が選んでいいってなったらね。俺多分そっち側だと温泉が好きだし、はい、あとやっぱりもう、駅地下、うん、俺の中の最寄りは徒歩2分までだから。マジっすか。そうだよ。だからこのスタジオも近いんだよ。じゃないとダメなの。だから俺物件探しとかも結構、何、検索の条件で入れるのは徒歩3分以内っていうところのチェックをまず入れるからね。だって駅降りてからちょっと、まあ周辺の雰囲気見ながら歩くのが好きなんで僕は。あ、だと全然そうでしょ、はい、だから全然徒歩15分くらいとかまでは僕は全然、可能っすね。なんと人生で一番無駄な時間が家から駅までの徒歩だと思ってるから。本当にそう。本当ですか、はい、本当にそう。もうだから俺なんかもう本当に極論駅に住みたいもん。一番楽だもん。もう僕は全然その駅からその家に帰れば徒歩の距離よりもお腹を下してる時にちょっと、もう出るべきか、いやもうちょっと去っておくべきかなって考えてるあの時間が一番無駄だと思ってます。は？その時間よりも、無駄だと思ってるってことですよね。出してきたのがよくわかんないもんだって。絶対楽じゃん。だから俺はっきり言ってホームに電車が入ってきたなぐらいで出て間に合うような家って超いいと思うもん。あの、2番線になんとか行きが参ります。あーし出ようっつって出るぐらいが一番いい。あ、これもだから過剰だね、俺ね。確かに。過剰が多い。でも、あの、踏切の音超うるさいっすよ。ね。ああ、それがちょっと嫌っすね。俺全然寝れるんです。全然カンカンカン全然いける。カンカンカン全然。全然、俺もう全然騒音大丈夫な人なの。
あと一回羽田の近くの、まあ、羽田直結の、あのホテルに泊まったことがあって、それはなんかめっちゃ良かったっすね。見える景色が空港だったんで。あんなの騒音じゃん、ジェットエンジンがブワー行くとこなんだから。いやでも踏切のカンカンよりよっぽどうるせえぞ。あそこの方が。でも夜だから、だからどっちかっていうとちょっとこう作業中の音みたいな、そのくらいなんです。こっちだってそうだ、夜にカン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 鳴ってねえだろ、終電なんか終わってんだから。だから違うんですよ、鳴るんですよ踏切って。え、夜中にあの何回か鳴るんですよ踏切。急にカンカンカンぐらい鳴るんですよ本当に。一番嫌だねそれ本当に3回ぐらい鳴るんですよ踏切って。急にね、急にテストとか試験とかそういう点検的なやつだと思いますけど。なるほどなるほど。あ、で言う、住んでた経験があるんだじゃん。そう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 。例えばなんかね、いくつかなんか謎のさ、これ何の音やろみたいな、ファーンファーン。わかるわかる。ファーン。あ、下がった。駅から鳴る音あるね。あれなんですかね。あれなんなんだろうね。わからん。わかる。わかる。ファーンファーンファーン。あるあるある。誰に送ってんのメッセージな。もう、あ、もうちっちゃい頃からね、鳩の鳴き声は大人になるにつれ気づくじゃないですか。これは鳩なんだと。でも、あの駅のファーン。ファーン。分かんないよ。なんでお前のそれ待たなきゃいけないの、間も。いや、あの間やっぱあるなと。確かに確かに。分かる人いると思う。あれでもなんだろうね、ほんと知りたくなってきた。あれ分かんない。やばい。おう、なんか例えば虫とか、はい、鳩みたいのを寄せつけないような音なのかとか、そのほら、事故る、あれ原因になるから、みたいのが意味があると思うんだよね。まあそうっすね。そうそうそう、なんか動物が嫌う音だったりとか。はい。もやもやしてきたわそれが。確かにね。うん、あ、そう、ちょっと後で調べてみる俺それ。本当に気になっちゃった。うん、あ、でももう一個言うと、夜中の幽霊もたまにそれただ歯ぎしりだよ。うるせえんだよそれは。ただ、うん、一番最寄りが嫌なやつだよね、だからね。駅より嫌だよ。踏切より嫌だよ。確かに一番の騒音源や。ちなみに俺は別にそんな知らないですけどね。いや、もう高いなずっと言ってるからね。うん、それね。はい、ということでじゃあ2曲目いこうと思うんですけれども、はい、リスナーの選ぶ曲投票結果出ております。はい、第4位 10%、はい、シャンデリア。はい、第3位 11% アライブ。はい、第2位 35% プロミスタースター。はい、第1位 44% 星に乗せてですね。おー、はーい。ちょっとまあ洋楽ね、ちょっと差ついちゃいましたけど、素敵な曲だよって言ってつぶやいてる方も、うん、いましたので、はい、これを機会にちょっと聞いてみていただけるといいかなと思いますね。はい、まあヒロが出してくれたやつだね、これ確かね。そうです、僕シェア好きですね。ね、うん、ぜひぜひおすすめですので聞いてみてください。では、雄大からじゃあ曲紹介お願いします。平井大さんで星に乗せて。はい、ここから質問相談のコーナーです。はい、どんどんいきましょう。コンココネームピノコさん、ありがとうございます。ジュンさん、ヤコラモンの皆さん、こんばんは。なに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 ピノコなんかやったの。私は今学生で、学校で友達とたくさん遊んでいます。あいだ、でもやっぱりみんな仲良しというわけにはいかず、クラスの中でもグループができてしまいます。うん、一人一人個性があって話していて楽しいのですが、うん、その中で一つ思ったことがあります。うん、ヨカローモンの5人にそれぞれ担当を作るとしたら何になりますか。例お笑い担当、美術担当など長文になってしまいすみません。これからもずっとコンココ楽しみにしています。こんなんでもさ、方向性みたいな話すときにさ、はい、考えたりすることなんじゃないの。なんかベタに言うとほら、タクヤがお笑い担当だみたいなのはなんかちょっとパって聞くけど、うん、そういうのあったりするんでしょ。だからやっぱり、まあ、だからタクヤがそういう一番面白いので、ね、うん、そこを担ってくれてて、うん、はいはい。で、まあ、僕は考古学とかですかね、担当は。一回も出したことないの、そんなの。あ、本当？出してけよ、じゃあ、もっと持ってんだったら、そのキャラ。生きてないぞ、そのキャラ、そしたら。知識は、マスター・キートンっていう漫画でしか、うん、僕は知らないですけど。それで語ってんのか？そうです。考古学の。キャラにしていいの、そこ。何なの？ヒロに狙われてるものって、メンバーとしては。でも、ね、ファッションとか、そっちは。ああ。おしゃれ番長の。おしゃれか。言ったら、ちょっと意識するんだ、そういうのは、じゃあ。いや、意識しないですね。しないの？はい。困っちゃう、じゃあそんなん担われてもって。そうそうそう。そもそも別に僕は服が好きなんで、うん、買うは買うんですけど、うん、見るのも好きですし、うんうんうん、言われなくてもするから担当って言われると、うん、何したらいいんだろうと思います。ああ俺から見るとやっぱ一番アイドル的なキャラだと思うのね、うんうんうん、言ったら。へえ、マジですか。うん、それは多分自覚してんじゃないの、そのちょっと王子様的な感じのところをさ。やっぱり、いや、王子って呼ぶの13ぐらいですよ。あれ
いや、なんだろう、でもセンターにさ、さ、はいはい、してるじゃん、ヒロを、はいはい、でそれはメンバーの中で、やっぱヒロセンターだろっていうのがあるわけでしょ、言ったら。いや、やっぱセンターマンはそうですよね。だからセンターになるっていうのは、やっぱりキャラがあるわけじゃん、そういう、うんうん、そこを担ってるわけでしょ、だから言ったら。そうですね。センターって、顔だぜ、グループの。まあ、そうですね。じゃあまあ、顔担当っていうことで。でもこれがまた様になっちゃうんだよね、こういうの言えるのかな。そうそうそう、センターマンってことですね。じゃあセンターマンは意味わかんないもん。本当にゴムとゴムかですね。大丈夫、これ真ん中で大丈夫、ギューッと左端に寄せてもいいからね。今のネタがわからない人たちと笑う犬の冒険というものです。なるほどなるほど。で、雄大はじゃあ潤滑油じゃないですか。あー、潤滑油。でもこれは他のメンバーも言ってた、いろいろ。やっぱり雄大以外の4人が、我が強いのよ。別に雄大が持ってないわけじゃなくて、うん、誰かの回で言ってたんだけど、誰とでもポーカーやったら2ペアになれるのが雄大だって言ってた。そのジョーカーなのよ、言うなれば。あ、そうですね。ヤカローブのオリーブオイル的な立ち位置ですね。俺はどっちかってエンジンオイルっていうイメージかな。ああそうな、俺と雄大はな。でめちゃくちゃ大事、エンジンオイルないと焼きつくからね。そうですね、エンジンは。で使い物にならなくなりますから、はい、だからヨカローブのエンジンを潤滑に回してるのは雄大かもしれないね。あ、じゃあマッソはエンジンですか、うん、それで言ったらやっぱりもう動力源だ。そうですね、ヨカローモンので、それを潤滑してるのが雄大ってことね。あ、でも確かにね、位置的にもそうだよね。大地はセル、セル、え、セル、セル、第二形態、第二形態。違う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 、第二形態で一番ブサイクなやつだろ。ほらほらほら、行きたいかいみたいなやつだろ。あ、じゃあそのスイッチってことね。一番最初だってあいつから始まったわけだから。はいはいはい、ね、スイッチ入れてマサルがじゃあエンジンで、それがかかってで、ユダが潤滑して、で、お、あれ、じゃあ俺とタケミっていなくね。あってもなくてもじゃねえかよ。だから、あの、あれっすよ。じゃあ、の、乗ってる人っすよ。あ、なるほど、運転手だ。そう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 。運転手だわ。そうそうそう。それを運転する。車ね。ヨカローモンっていう車なんだね。なんかいいね。車で例えるって。で、俺がどうなるかってなんかすごい気になってくるよね。車がヨカローモンだとしたらね。ジューンさんはやっぱり、うん、マフラーとかじゃないですか。改造されたらすぐなくなるぞ、俺。マフラーを。一回されるやつ。これ違うなって言われたら最初に変えられるの、マフラーだもんね。怖い怖い怖い。もうちょっと大事にしてよ。ワイパーで。大事。確かに。雨とか。見えてる？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 ちょっと早くして。見えてる？見えてる？見えてる？忙しいな。あの、ヨカローモンはよく土砂降りのとこに行きます。だからすごい忙しい、いつも。今国は土砂降りなんです。だからすごい大変なの。ワイパーが。ね、なるほど。じゃあ今国メンバーでじゃあ車をじゃあ担ってるみたいな感じかな。そうです。何の話だっけな。あ、どの位置になるか。はい、あ、でも今例えられたんじゃないの、うまいことね。だからどれも抜けちゃいけないですよ。そうですね。言ったらね。今国ネーム、ルパンさん。おはようございます。おはようございます。ジュンさんからも皆さんこんばんは。こんばんは。私は今大学1年生なのですが、うん、大学生の長期休暇の長さに驚いています。確かに。コロナウイルスの影響で夏休みは短めだったのですが、うん、入試休み、春休みが1月17日から約2ヶ月半以上続きます。ありますね。そっか。休みは確かに嬉しいけど、そんなにも長いと思うと逆に気が遠くなりそうです、笑い。なるべく有意義な2ヶ月半にしたいのですが、皆さんは休みが2ヶ月半あったら何をしますか？参考にさせていただきたいです。毎週金曜日、これからも楽しみ趣味にしていますということなんですけど、はい、まあ、この方は、はい、今、まあ、コロナということで2ヶ月半休みっていうことになってるんで、うんうん、まあ、そうなると、まあ、あまりこう、ね、外出とかもバン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 行ける感じじゃないと思うので、はい、今回はコロナということを一回話して、うん、2ヶ月半休みがあったら、はい、どこ行くみたいな話をしようかね、はい、そっちの方が多分バーッと広がっていくと思うから、うん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 、今2ヶ月間もらったらすごい。そうだね、じゃあ今今ああ今今今の方が難しいな。今なんか逆にオフないじゃん、こんなに。だから、はい、2ヶ月半、あの、ヒロ、明日から休んでいいよって言われたら、はい、何しようってなるじゃん。とりあえず、うん、いろんなとこに行くな。それか、地元に帰りますね。まず地元に帰る。はい、でも2ヶ月半使わないもんな、そこでな。そうですね。まあ、今なら、それこそ、温泉街をいっぱい巡るかもしれないです。別府とか、草津とか。草津、ゲロ。ゲロとか、登別とか、いろいろあるけど。はい、いろんなところの旅館に泊まりたい。みたいなって思うのは。わかるわ。この前、その、配信とかでちょっと旅館の話してて、うん、うわ、旅館でめっちゃご飯食べたいと思って、うん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 、その日からめっちゃ旅館とか、検索してるんだ。そうそうそう。わかるなぁ。確かに。だから俺もわざと
結構だから旅館っていうかホテルとか、はい、自分の家と違う環境になるじゃん、はいはいはい、ホテルとか泊まるとわざと家の近くのホテルとか泊まり行ったりする時あった。楽しいのよ。あ、別に掃除もする必要ないし部屋もまあ綺麗だし、うんうんうん、だからなんか毎日ずっと、はい、家で風呂入って寝るっていうのが飽きてくる時があって、はい、だから本当じゃあバイクでじゃあ10分ぐらいのホテル泊まり行こうと思って、AZホテルですか？どこ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 知らない知らない、あれ福岡だけです。地元トークだよそれ。ごめん、地元のトーク出されても何すごい有名なの。いや、ハイがどこか分かんないんですけど、うん、AZ ホテルっていうビジネスホテルがあって、うん、広島ぐらいまで行っても全然あるんですけど、東横インみたいなことじゃ言ったら、そのレベルってこと、うん、それがもっと安いバージョンで、一泊朝食込みで4000円、5000円ぐらいの。大丈夫？布団あるそれ。あります。もう本当に安くて、朝、ビュッフェがあって。うわ、ビュッフェあんのそれで。そうです、ね。もうなんか、やばレイトなんだろうな、みたいな。ウィンナーみたいな。ああ、でも全然良くない？その値段だったら。いや、でも食べれるだけいいよ。いや、まあまあまあ。ビュッフェで。飯ない額だもん。だって普通にそれ、素泊まりの額だよ。普通に考えたら。まあ、そうっす。でも、これがまたなんか、本当にどこにでもあるんですよ。見たことない。知ってるかな、皆さん。いや、関東では見たことがないです、正直。いや、だから俺知らないわ、だから。九州とかで、西の方で旅行すると、まあ出てくる。ここにまで AZ ホテルがあるんだよね。絶対ある。薄ピンクの。なるほど、色も。A-Z とか。それってアルファベットの最初から最後みたいなことでしょ、だから。A から Z みたいなことでしょ。そこはもう、じゃあ2人は絶対止まんないの。いやいやいや、もう止まり尽くした。いや、一回、普通、負担止まんないっす、そこに。うんうんうん、ああ、なるほどね。だからそれだけ有名ってことね。有名なんかな。よく見る。よく見る。でも AZ も泊まりたいわ、そしたら。でも、どこでもいいの。はい。なんかちょっと自分の家と違うところで、ちょっと一泊するっていうのが、すごい好きなのよ。はい、なんか綺麗なお風呂とかに入ったりするのがいいのよ。ちょっとそう、家にないようなホテルのお風呂に入ったりして、リラックスするみたいなの好きだから。はい、でもそれってちょっと AZ は別にそんな綺麗なお風呂じゃないかもしれない。大丈夫か、それ。普通のビジョン。あ、ビジョンね。ホテルとかじゃなくて、はいはいはい、ホテルで、うん、ちょっと朝の、なんか鮭はちょっと辛いんですけど、大丈夫ですか、うん、鮭一つにつきご飯10かきぐらいですから大丈夫。うん、それでバランス取るから大丈夫よ。よいや、なんか AZ ホテルの話になっちゃったけど、まだ多分俺ら話1週間ぐらいしか使ってないぞ。2かき3使わなきゃいけない。どうしよう、言うな。お金にも上限をつけなくていいんであれば。うんうん、キャンピングカー借りて、あ、いいね、どこそこ行きたい、ドライブしながら泊まりながら、当てを決めずに、大体は決めますけど、うん、けど、なんとなくそっち方面ぐらいで行きたい。やっぱり旅行にはなるか、うん、そうですね、2ヶ月半あるんなら海外行きたいですね。海外か、いや、マジ俺世界一周クラスだよね、2ヶ月半あったらね。でも普通に俺留学したいよ、英語。うんうん、確かに、うん、英語の勉強したい。2ヶ月半がっつり英語の留学をしたい。でペラペラで帰ってきたいね。いいっすね。多分俺身になるものをしないと多分ダメだと思う。俺はね、うん、何にもなんか自分にプラスになってないなってなるのが嫌なのよ、うんうん、そこがちょっとせっかちなのかもしれないけど、はい、そうそう、2ヶ月半あったらなんか1個どっかのレベルを上げて帰ってきたいっていうのがあるから、多分英会話に使うとか、それこそ歌あれですね、うん、あの留学をするとか、うんうん、そういうのに使うかもしれない、2ヶ月半がっつり。ちなみに僕が大学の時のその2ヶ月半ぐらいの休みの時には、うん、もうやっぱ僕バイトしましたね。だからお金をでも貯めたかったってことでしょ、それは。そうです、バイトして、うん、でもその休み関わらず、うん、大学の近くにはやっぱ一人暮らししてる友達がいたんで、うん、ずっとそいつん家泊まったりとかしてて、うん、だから大学時代とかは本当に多分実家で寝た数よりも友達ん家で寝た数の方が多いぐらい、多いくらいに友達ん家をもう点々と渡り歩いてみたいな感じな生活をしてました。なるほどね、それがなんか楽しかったんだよね、だからね。たまたまその男友達で一人暮らししてるとかマジ多かったんで、本当にどこでも行きました。あ、いいね、はい、でもそういうことなのよ、だから俺が部屋を変えたいって言ったじゃん、はいはいはい、で俺もそういう友達がいるんだったら行きたいぐらいだもん、こうやって、うん、彼ら俺にとって AZ ホテルやったそうか、じゃあ雄大はいろいろやっぱり旅行したいってことね。もう海外とか行ったことあるの？海外ないし。海外に興味はないんだ。興味はありますけど、ね、うん、英語は怖い。いや、怖いっすよ。
あ、怖いんだ。だって英語とかもさらすもまっすもさまっすもさらす。英語より喋れてねえじゃねえかよ。全く分かんないですもん英語。ああ、なんかいいよね異国のあの経験って ね、 いいね。なんかまた違う雄大になりそうな気もするけどね。いや行ってみたいなってはふわっとありますけど、ただあの、うん、ちょっとヒロ連れて行きますけど。あ、どっか車に連れてかれないようにな。もうこうやってこんなことしていかないです。まあまあ二人いるからな。最初確かに勇気いるけどね、一人で海外行くときってね。そうですね、確かに。やっぱ怖かったという印象はある俺も。人も召したら俺変わった。だからあのヒロみたいにこうちょっと軽い事件巻き込まれたじゃん、はいはいはい、俺もそういう事件でやっぱ一個変わったの。俺はだから入国審査の時に入れなくて、はい、別室連れてかれたの。へぇ、そういう経験があって。なんで入れなかったんですか。薬を買おうか。違う違う、おい二人薬も顔も失礼だろや。どっちかフォローのやつ入れとけよ。なんかよ、どっちも極論言いやがって。ちょっとやだ、ピーってピーってしててください。ご時世なんで。だボイトレを7位に行くみたいな、はい、そういう時だったから、はい、その先生としての、はい、説明が難しかったんだよね、はい、何をしに行くのこいつってなって、はい、だから本当はそのサイトスイングってその観光って言えばよかったのに、はい、かっこつけて、はい、ボイトレ勉強しに行きますみたいな英語でちょっと言ったら、はい、なんだこいつはみたいになって、はい、で結局あれって多分ビザとかそういう関係もあるから。あ、なるほど。それでこいつはちゃんとビザ持ってんのかっていう今思えばね、はい、あれなんだけど、その時はなんで信じてくんないんだっつって、もうだからダメ、お前はもうダメ、通せない通せないっつって。あれだから一人ずつ行くじゃんそこ、入国審査のところって。で後ろにみんな日本人が待ってんのよ、はい、NEXT って呼ばれるまで、はい、みんなの前で大喧嘩俺。そう、そのすごいこわもてのあの入国審査の分かるでしょ。あの黒人やる気ないっすよね。そう、超怖いの。そうなの。もうその態度にもイライラするんだけど。で、あの言うダメだっつって、あのベース連れてかれて、なんか変なの持ち込んじゃったやつらと一緒にこうやって待たされて、あったあった。だからそういう事件とかに巻き込まれてるから。はい、そういうので強くなっちゃうの。あ、もうあそこを乗り越えてるから大丈夫だとか。俺は別に事件じゃないよ、兄弟と出会っただけや。いや事件だよ。ギリギリ事件になってないだけで、事件要素はあるよ多分。ブラザーってここポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかの差だね。まあ言ったらね、うん、っていうなんか大きい経験ちょっとすると、うん、あれかもしれないけどね。まあだから最初短い期間でもいいから。パスポート作ったのに使ってないもんな、あれ。あ、そう、作ってんだね。作ってます、作ってます。あ、じゃあ使った方がいいわ。ユネとかドライブが好きやけん。ね、単純に車で運転をしてるのが好きだから、うん、どっかに行くっていうよりかは走り回ってるだけでいいってことなんかね。ちょっと気づいたことがある。2ヶ月半使えねえな。使い方むずってなって今。いや無理っすよ、難しいっすね2ヶ月半。おー、なんか有意義に過ごしていただきたいですけどね。はい、いいな大学ね。いいね、また戻りたいっちゃ戻りたいよね。はい、おー、コンココネーム、はい、何度浮気してもやっぱり緑が好きさん。おはようございます。どこに浮気したんだろうね。確かに。もう浮気してもいい。黄色経由の緑かな。浮気してもいい。純正からもんさんこんばんは。皆さんに質問です。女らしさって何だと思いますか。私は女でもメンズライクの服装が好きでいいし、はい、メイクもしたくなければしなくていいし、うん、髪の毛も短くていいと思います。実際に私がそうなので。はい、でも母親や周りには女らしくしろと容姿を否定され続け、うん、女性用トイレや、女子更衣室に入ると周りから変な目で見られ、はい、初対面の人には必ず髪の毛短いから男の子かと思ったと言われます、はい、それらは全て女は女らしい服を着るとか女は髪の毛が長いという固定概念のせいだと思っています、うん、だからそんな固定概念が私は嫌いです、はい、そして大げさですがそんな扱いや対応をされ続ける限り私の女らしさってなんだろうという疑問はいつまでも消えません、うん、そこでぜひ男性である皆さんに、女らしさについてお聞きしたいと思い送らせていただきました。深いですね。深い深い。深い。でもこれ超面白そうだな、うん、女らしさ多分3人とももの求めてる女らしさ違うと思うから、はい、俺でもどっちかというとボーイッシュの人好きだから、はい、うん、全然髪の長さとか全然短くてもいいし、容姿にまず女らしさを求める2人は。なんか本当スカートが似合う人とかこう何髪の毛がこう長くて分かんないけどよく言う女子漫画に出てくるような感じの子じゃなきゃとかそんなのは別にでしょう。ないないよね。そこはない。ないよね。そこはない。どう。そうですね、うん、僕も全然ないです ね、 ね、 ね、容姿は別にっていう感じだよね、うん、だからやっぱ中身にはなってくると思うんだけど、はい、なんか女らしいなこの子って中身とか仕草とか行動とかで感じる、まあ、なんか僕はそもそも、うん、女らしいっていうことはないと思ってる側なので、うん、僕が思ってる女らしさってのはないです。ああ、なるほど。その女らしさっていうものが、まあ、
誰かが作り上げたものなので、それがじゃあ共通としてみんなが持ってるのかって別に持ってるわけじゃないし、なんかそうだよね、女らしさもさ時代によって変わってるもんな、うん、言ったらその時の流行りとかさ考え方によって今はこういうものが流行ってるみたいな、だから服とかと一緒だよね、はい、服がこういうものが流行ってると一緒で、はい、こういうのが女らしいっていうのも変わってくるじゃん、うん、もしかしたらこの方も時代がちょっとまた先行ったら女らしいって思われる対象になるかもしれないし、うん、はい、女らしいっていう言葉でいろんな共通点、大人数の人と同じ中に入れようとしてるだけであって、うん、はいはいはい、単純に女らしくいてくださいじゃなくて、うん、それはまあ言ったら本音は、うん、私はあなたにこういう女性になってほしいです、うん、例えば髪が長くあってほしいです、うんうんうん、おしとやかな人であってほしいです、うん、それをひっくるめて、うん、ただただその人がそれを女らしさと呼んでるだけであって、はいはいはい、その人の中でね、だからそもそも別にそれが女らしいっていう概念に当てはまらないので、うんうん、答えなんかないもんな、だからな、うん、今ここにいる3人ですら女らしさは違うし、思う考えてる女らしさ多分3人とも違うし、その全員に合わせる女らしさなんかないと思うもんね、うん、そうですね、うん、考えなくていいと思います僕は。あ、だからね、結局、うん、その言われている女らしさっていうものを、うん、例えば女性としてその、うん、あの生物学上として女性として生まれた人間はそういう培われてきたというか出来上がってきた女性の大和なでしこな女性だったりっていう部分を追い求めなくてはいけないのかっていう部分の、ああそういう質問かだと僕は思ってます。あ、だからそういう意味で言えばそういうの出来上がってるのもあると思うし、うん、自分がその親になった時に生まれてきた娘がこんな風に幸せになってほしいなって思った時に、じゃあこんな風に幸せになるためには、あ、こういう女性だったらそういう道を歩めるんじゃないかってなると、うん、じゃあそういう女性になってくれないか、でそういう女性じゃなかったらそれをもうちょっと女らしくしたらっていう自分の中の概念が投げられてるだけであってあ、なるほどね、だからそもそも別にそっちを追い求めなくてもいいものだから、うん、そこについて考えなくてもいいって感じです。変なやつだから、この方が極論を言って、はい、ミュージカルとかの女優さんを目指してるとか、はい、そういう風になって時には、はい、だから例えばその求められてる女らしさみたいのが出てくるわけですよ ね、 その演出の人とかが、うん、こういう女らしさを求めてるんだこの役にはみたいな、そうですね、そうなった時にはおそらく必要になってくる女らしさになってきちゃうんだけど、はい、こういう容姿だったり、はい、こういうあの喋り方の子を今求めてるから、うん、君は当てはまんないよ、はい、ってなって、うん、ああ女らしさって私にはないんだなっていう風になることあるかもしれないけど、はい、でこれはかなりもう限定的な話になってくるから、実際そうやって俺は生徒見たりしてるから、はい、うん、ミュージカルでこういう配役があります、はい、でこの役を受けたいと思ってるんですって言われた時に、はい、君この役じゃないよとかそういうのはあるのよ、うん、この役で行くと受かりづらいと思うよ、だったらこの子の役で行った方が君のキャラに近いから受かると思うからこっちで受けた方がいいんじゃないとか、はい、そういうのあったりするのね、このその女らしさみたいな、はいはいはい、でもごめんこれごめん極論の話になっちゃうんだけど、そうですね、そうそうそう、誰かを演じるときに、うん、それは原作のこのキャラクターがこういう人だからっていう感じですよね、うん、そうでもそのレベルとかにならないと、はい、もう考えなくてもいいことかもしれない ね、 そうね言ったらね僕たちの求めてるんですもんね、まあそうだね、うん、だからそうなると考える必要もないみたいな、雄大、うん、の考えとかってある、なんか、うん、普通に暮らしてたらなんかもしその言われたことに、うん、その女らしさを受け入れて、うん、それを取り入れたところで多分納得しないと思うんですよ。はい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 、ってなってそれを無理に続けてたら多分もう本人が本人じゃなくなっていくじゃないですか、はい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 、でそれを例えば男性が好きになったとして、うんうん、でも本来違う自分元を持ってるのに、うんうんうん、違う人を演じてたらそれはなんか違う気がするから、うん、あ、何も考えず自分がなりたい、うんうん、自分がやりたい存在で人間でいればいい、だから自分らしさでいることがもう女らしさじゃないけど、うんうん、まあ、もうそれでいいんじゃないってことだよね。いや、だと思いますよ。いや、なんか深いな深いな普通の生活してれば意識しなくていいんじゃないと、うんうん、あ、で自分らしくいればいいっていうことだよね、うん、はい、じゃあちょっと参考になっていただければと思いますね。はい、はい、じゃあ3曲目いきます。はい、秋山黄色さんでやさぐれ街道。
はい、ということでエンディングの時間になりましたけれども、はい、難しいねやっぱりね、質問に答えるって。お、好き勝手言えないもんだよな、こういうのってな。うそう、すごい考えさせられるっていうか、その気持ちに応えてくって感じですね。よくそうやってちょけれるよね。でもそれがまた嫌じゃない感じがさ。今のはソフィーっていうし、あの製品の CM ですね。全然わかんない。今日なんかいろいろさ、もうわかんない、 AZ ホテルかもそうだけど、いろんなわかんないの出してくんのよ。めちゃめちゃテレビっ子とかそういうことなのかな、いろいろ見てんのかね、ヒロって。そうですね、昔テレビっ子でいろいろ知ってたんで、あ、気持ちに応えてくなった瞬間に、うん、頭の中にもその気持ちに応えてくが出てきちゃって、ソフィー。あったね、その CM ね。すごい、そこに結びつかんもんね。CM とかよう覚えてるよな。逆に言うとそのソフィーからしたら大成功だけどね。こんだけあの覚えてもらって、電波に乗せてここでも言ってもらってるからね。最近こうやってメッセージテーマとかさ、はい、質問とかもさ、名指ししてくれるようになってきて、上手くなってきたなと思ってさ、皆さんが。なるほどなるほど。あの、読みやすくなってきてる。ああ、そうだから、このメンバーがいるときに、はい、探したときに、はい、ちゃんとここネームとか、はい、あの内容とかに、ね、そのメンバーの名前とか入れるようにして、ちゃんとその人の時に読めるみたいな。でも今日でちょっと気づきましたね、うんうん、あ、純さんを知ってしたら絶対読んでくれるなっていうのは。違う違う違う、純さん推しがレアだから、もうすごい一番星、もう砂漠の中のオアシスなわけ。言ったら行きたくなるじゃん、だって水飲みたいってなんだから、もう喉カレカレなの、ずっとお前らで、もうそうそう、こっちねこっちねみたいなのであって、その中にオアシスが一個ポンとあったら、それ惹かれるじゃん。まあまあまあ、下手したら読んでもらいたい人は、俺推しじゃなくても俺の名前あったら読んじゃう可能性あるからね。確かに。そう、そうやってもう駆け引きですこれは。だって俺これあの君たちに言ってないけど、純さん推しのやつ、はい、色変えてるからね、ちょっと。確かに青くなってる。わかる、これ見やすくして、これ絶対逃しちゃいけないと思って、ピャンって色変えてるの、珍しいから。お、次からいっぱい来ますよそしたら。いや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 、でもなんかあの名前入れてもらえるようになって、ちゃんとそのメンバーに対してこう聞いてほしいものを聞けたりとか、はい、するようになってきてるから、なんかその質問とかメッセージとかのレスポンスのクオリティが上がってる気がするから、うん、うん、いや、そう、絶対次からねちょっと入ってきますよ、ジュンさんがね。ちょこちょこ出てくる。今後ネーム一等賞より準優勝ぐらいな感じで。使ってねえよそれがよ。使ってるうちに入んねえだろうよ。一番帽子見つけた。どこに入ってんだよ。一番帽子見つけた、ジュン何にも入ってねえじゃねえか。そこに関してはよ。だって一番帽子見つけたみたいに。今今日聞いた人ね、その時は多分ちょっとテンション一個上がって読むことになると思いますから、はい。ということで、まあ、一応直前ではありますけれども、はい、ライブが控えてますからね。そうですね、はい、2月の21日に、うん、博多ビートステーションにてライブをさせていただきますと、はいはい、いうことで、まあ、この放送されてる時、緊急事態宣言の状況とかによっては、はい、あのどういう対応になってるかがちょっとまだ今の時点でわからないので、はい、そうですね、はい、まあ、この放送を流れてても一応そのオフィシャルのツイッター、はいはい、逐一最新の情報をチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、します。とりあえず体調には2人とも気をつけて、ありがとうございます、はい、頑張っていただければと思いますね。ということで、来週どのメンバーが出るのか楽しみにしていてください。今週のパーソナリティは横浜雄大と横浜のヒロと川野純でお送りしました。また来週、バイバーイ。この番組は J ボーカルスタジオの協力でお送りしました。